皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。本日はいかがお過ごしでしょうか。僕はハッピーです。霊能者画家主人として活動しております。本日は今の流れについてお話ししたいと思います。〇〇意識横行中注意せよですね。いかがお過ごしでしょう。本日もご覧いただいて終わりませんよ。はい。というわけで、僕が今感じている〇〇意識に注意してみてねっていう、この話をしたいと思います。単刀直入に言うと、被害者意識ですね。これはね、ちょっとディープリーな話になるんですけど、私は被害者だ、俺は被害者だって思い続けてしまうと、何にも解決しないですね。人間関係においても、恋愛関係においても、仕事関係においても、自己表現の関係においても、全部解決しない。自分自身が被害者だって思ってる。被害者意識。じゃあ、全部自責の念で片付けたらいいのか。これもまた違う。被害者意識と自責の念。この間にある曖昧さあるじゃないですか。両の子。いいとこ取りをするべきなんです、全部。いい部分も悪い部分もあると。すべてのあなたが納得する加点の点で、ここをつくべきなんですね。だから、行き過ぎた被害者意識でもなくて、行き過ぎた自責の念でもない。つまり、心地いい部分を探していくわけですよ、自分で。 OK？ で、なんで被害者意識の話をしているかというと、本当に多くのセッションをしていて、じゃあ自分が悪いのか、または相手が悪いのか、誰が悪いんだろうって考えてしまう。いい悪いで考えちゃうんですね。今の流れはいいのか、それとも悪いのか教えてほしい。これは意識が外に向いている。自分の内側に答えを見出そうとしているのではなくて、外に答えを見出そうとしている。これの何が悪いかっていうと、自分の心が他者に屈服してるんですね。あなたがね、一番偉大なんですよ、あなたの世界において。だから、僕の世界においては僕が一番いない。だから、自分の感性を、自分の感覚を、自分の指針を、自分が一番大切にしてあげるの。これはね、格前とか保守的になれってことではなくて、大切にしてあげるっていうことが大事。心地よさの中で大切にしてあげる。それで、他者からのアドバイスを聞くの。そうすると、被害者意識でそれを受け取ることがない。そうすると、フラットに受け取れる、心地よく受け取れる、自分で受け取れる。するとアドバイスが本当の意味で生きるんですね。でも、これを被害者意識で受け取ってしまうと、あ、じゃあこうすればいいんだ、こうすれば自分は救われるんだ、そうだ、こうだ、こうだ、こうだって、どんどん足していってしまって、自分がどんどん重くなっていってしまうの。軽くなるはずなのにね。だから、自分を軽くさせるためには、まずはこの被害者意識をなくさないといけない。幼少の頃、または、ちょっと成長した頃、青年の頃、そこからまた成長した二十歳の頃、30の頃、40の頃、50の頃、60の頃、いつでも大丈夫。過去の出来事においての被害者意識を全部なくさないといけない。だって、被害者ってなってしまうと、あなたはそれに対して何もできなかった、または何もしなかったってことになっちゃうんですね。あなたの人生の主人公は常にあなたなんですよ。今も過去も未来も全部主導権を握れるはずなんです。だから、被害者になってしまうっていうと、どんな状況においてもあなたは自分の意識を他者に明け渡してしまって、自分は弱いものなんですっていうふうに名刺を作ってるのと同じなんですね。だから、被害者意識をやめて、自分が自分で意識をしっかりと持って、私は私だ、私が私を生きるというふうに自分を持つことが大事。自分を持つんです。自信を持つのと同じようにね、自分をね、信頼してあげる。ゆっくり、焦らず、合いの子を取っていくわけです。じゃあ、焦らない方がいいのか、急いだ方がいいのか、心地いい合いの子を取る。被害者やめた方がいいのか、じゃあ自責したらいいのか、自分を責めたらいいのか、違う、合いの子を取るんです。あなたの気持ち、感性が心地いいところを取っていく。そうすると、あなたはあなたにとって素晴らしいバランスを得ることができるんですよ。 OK？ 多くの状況にとって、焦ったり不安で緊張で、これはいいんだろうか悪いんだろうかって、意識が駆け走りながら何かを探そうとしてしまう。でも、そんな中で意識は駆け走っても真実を得ることはできない。なぜなら、欲してるのは真実じゃない、安心感なんです。欲してるのは真実じゃなくて、安心感なんです。安らぎなんです。でも、被害者意識の中、または自分責めの中で自分を安心させることなんて難しいですよね。ということ、今の伝えたい流れ。あと、もう一つは、自分を責めながら、または、
自己嫌悪に陥りながら他者と会話してもメリットを生まないよってこと。こんな私の言葉なんて相手の時間を無駄にしてるだけだって思いながら他者と関わっていては、自分の気持ちをないがしろにしながら相手にないがしろの言葉を、またはエネルギーを送ってしまうんですね。だから落ち着けて大切に送ってあげればいいだけ。愛する人に謙遜して喜んでもらえるかな、でも喜んでくれたら嬉しいなって思いながら花を渡すように言葉を渡してみる。そうするとどんな拙い言葉でもあなたの言葉は伝わるはずだから。思いは伝わる、気持ちは伝わる、ここにあるからね。応援してます。漢字考えることで世界は大きく変わると思います。あなたはどう思いますか？何を感じますか？フラットポジティブにね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。この絵がいいなと思ったら高評価お願いね。というわけでまた明日会いましょう。アディオスワールド。